アスラとは、インド神話、バラモン教、ヒンドゥー教における神族、または、魔族の総称。本来、リグベーダに見られるように、古代インドにおいてアスラは、悪役的な要素は、あまりなく、デーバ神族の多いインドラに敵対することもある。天空神、四方神バルナとその眷族を指していたが、その暗黒的、呪術的な側面が次第に強調されるようになり、 時代が下った古代インドではアスラを魔族として扱うようになった。アスラはアスラであるという俗語言説もこの展開を支持するものだった。インド神話がバラモン教からヒンドゥー教へと発展し、シバビシュヌが新しく主神となるとアスラはバルナの剣族であるという設定はなくなり、神々の敵対者、主にダーナバ族、ダイティア族の総称としてアスラの故障は使われるようになった。 ただしすべてのアスラ神族が、デーバ神族の敵対者ではない。プラフラーダや、バーナースラのようなアスラもいる。ガヤのように人々の罪を洗浄するアスラ神族もいる。アスラ神族は、ヒラニアプラと呼ばれる地下の黄金郷や、パーターラ地下の黄金郷に住むことが多い。アスラ神族は、デーバ神族のようにアムリタを飲んではいないため、不死、不滅の存在ではないが、自らに想像を絶する。 厳しい苦行を課すことによって、神々をも超越する力を獲得し、幾度となく、デーバから世界の主権を奪うことに成功している。そして中には、マハーバリやジャランダーラのように人間に前性を敷いたアスラ親族も多い。もちろん、アスラ親族には人々に圧勢を敷いたトリプラアスラや、ンバにンバ兄弟王もいる。中には、例外もいて、シュシュナのようにアムリタを隠し持っていた。 アスラ親族であった。アスラが仏教に取り込まれてそれが中国に伝わると漢字を当ててアシュラと表記されるようになった。また中国においてあの文字が名の切当時に添えられる鬼以外とすると同じ表現であることからかシュラとも呼ばれる。宮坂優勝は悪魔であるアスラをそそのかして神々に戦いを挑んだ者は幻影によって欺慢する者すなわち仏だである。 アスラはひとたびは神々を打破することができた。が、最後に神々は、ビシュヌ人の助力を仰いで、アスラを聖罰する。そしてこの、幻影によって欺慢するものといえども、ビシュヌ人の体から生じたものに過ぎないのであり。それを、ビシュヌは最高の神々に与えたのであった。宮坂優勝、アスラから、ビルシャナ仏へ1960、日教文化1960年、P21 と述べている。 小コ誠たちは、また時にブッダとされまたマーヤーモーハーとされるところの、ビシュヌのアバラータも、猛説を説くといういわばダーティープレイを通じて、アスラと目されるジャイナ教徒や仏教徒を地獄に、追い落とす点で、トリックスターと見ることができる。小コ誠たち、古代インド神話解釈の試み古代インドの、トリックスター論覚え書き24、インド学仏教学研究1960年。 p559 と述べている。したがって、ヒンズー側から見て仏教はアスラの側である。ありがとうございます。